はい、皆さん大変お待たせいたしました。本日ベトナム社会主義共和国を相手とするホスト団登録が、決定いたしましたので、ホスト団登録並びにですねベトナム女子代表サッカー代表合宿日程決まりましたので記者会見を開催させていただきます。お願いします。はい、今司会が全部言っちゃいましたけど今日は嬉しいニュースがあります。申請を行っておりました、ベトナム社会主義共和国との、ホストタウン、登録が本日正式に決定をいたしました。今後ですね、ベトナムとの交流基盤のさらなる強化を図るとともに交流をきっかけとした地域の活性化やインバウンドの推進、スポーツ、文化、産業の振興、そして情報の発信と風評の払拭を図ってまいりたいというふうに考えております。我々がベトナムをホストタウンの交流の相手としたのは2にありますように、今回ベトナムサッカー代表チームのですね事前合宿について合意を得たことというのが一つ大きな柱としてあります。手始めにこの7月からサッカー女子の代表合宿が本市で行われますし、2020年度にはアンダー世代アンダー19ですね代表合宿が決定をしております。そしてオリンピックで、ベトナムの代表チームが出場権を確保した場合、獲得した場合には事前合宿を福島市で行うと、このような合意が得たことがあります。それから、ベトナムとはさまざまな関係形で、良好な関係を築いているというのが大きな、その2つ目になります。そして3つ目は、そういったこともあって本市に在住のですねベトナム人は285人ということで本市在住外国人の 15% を占めております。過去5年間で見ますと6倍に増えている状況でありまして、本市とベトナムは非常に関わり深いということであります。さらに、交流を通じまして地域活性化やインバウンドの推進、それから交流人口の拡大が図れる、またこれも向こうから来ていただくだけではなくて、本市企業のですね進出先、取引先としてもベトナムというのは非常に注目されている国でありますので、このホストタウン登録がきっかけになってですね一層進もうというふうに期待をいたしております。そして今後の交流計画の予定ですが、何といってもまず市民の皆さんにベトナム文化に触れる機会を創出していきたいと考えております。そういった面でベトナムフェスティバル in 福島というのを、開催してまいります。それから今日新たな発表としては、女子サッカーチームのですね、代表合宿の日取りが正式に決定をいたしました。日にちは7月の29日から8月の10日になります。場所は忍ヶ丘球場で、忍ヶ丘競技場ですねで、開催をするということであります。このほか、五輪の大会期間中ではライブサイトなどによってベトナム選手を応援をいたしますし、大会終了後もですね2020年の大会に出場した選手などを本市にお招きをしたり、あるいはアンダー世代など幅広いサッカー合宿なども受け入れてまいりたいと思っています。ちょうど、この日曜日ですかね、土曜日か、中毒ぬくま公園の天然芝の日曜日に、天然芝サッカー場のですねポートナーを植え付けたばかりで、この天然芝のですねサッカー場も2面、この秋には、完成することになります。そういった面で、サッカーも、本市で、いろんな合宿とか大会とかやりやすくなるのでありますので、そういったものも利用していきたいなと思っております。それから今日これからですね、ベトナムの方から寄付をいただくこと、在福島ベトナム協会の会長から寄付をいただくことになっております。この寄付はですね6月1日2日の、絆祭りで、こちらありますね、オリンピックの一環です。オリンピックブースで、ベトナムのブースを設けまして、そしてベトナム料理を提供させていただきました。その売り上げを今後の
福島とベトナムの交流に役立ててほしいということで、本日寄付をいただきます。ちなみにこの企画もですね、実は私がこのホストタウン登録の申請と、それから絆祭りの招待にですね、ベトナム大使を訪問いたしました。5月の末ですが、9日に、ベトナム大使のところに伺いました。そしたらですね、大使直々にぜひ絆祭りも行きたいけど自分は行けないけども、ぜひナンバー2の方を出したいというので実際来ていただきましたし、それから、絆祭りでぜひベトナムの料理を出させてくれないかというお話がありまして、それで我々、福島県内のベトナムの方々とも協力してこのようなブースを出させていただいたものであります。まあ、その点ではかなりベトナムとの交流というのはこうやって今盛り上がっている状況もありますので、そういったものを生かしながら今後もベトナムとの交流を進めてまいりたいと考えております。でなお、福島市はすでにスイス連邦とのホストタウン交流も行っておりまして、これは来月また音楽祭があるようですね、引き続きスイスとの交流も図ってまいります。で私からはまず以上であります。はい、それでは、皆様方から、ご質問をお受けいたしたいと思いますが、ご質問ございますか。はい、民放さんお願いします。福島民放の金沢と申します。はい、ベトナムフェスティバル in 福島の中身の中でどういったイベントになるか、決まっていることがあるかというところ と、 あと今回ホストタウン登録を受けて市長がベトナムの方に訪問する予定とか、そういったものがあれば教えてください。はい、ですね、中身はまた事務方からと思ってますが、まあ、当然こういう食とかですね、そういうのは馴染みやすいものですけど、やっぱり今回これかなりですね、売り上げ上がってたみたいです。周りのブースが羨ましがってましたから、やっぱりベトナムよく売れてたんだよななんておっしゃってましたからね。でこういったものとか、あるいはベトナムのやっぱり国とか風土をですね、ご紹介をするでしょうし、あるいは福島とベトナム の、 その交流の、実態とか歴史といったものも出されますし、からまあ今の、福島で、活躍されているベトナムの方のまたご紹介なんかもあるんじゃないかなと思いますが、まあ、詳しくはまた補足あるから大丈夫ですね。まあそんなところが、企画の内容になるかと思います。それでちょっと2点目で私がベトナム行くかどうかなんですが、まあ、ぜひね、まだいつになるか分かりませんけども、折を見て、伺わせていただきたいと思っております。まあ、ちなみにサッカーの、試合をこうやってやっていただくという交渉には職員は行ってですね、しっかりと交渉してまいりましたので、はい、民放さんよろしいですか。はい、他にご質問ございますか。はい、福島テレビさんお願いします。福島テレビの木屋と申します。よろしくお願いいたします。はい、改めてなんですけども、こうベトナムにですね、ホストタウンとしてこうアプローチした理由とですね、まあ、それが実ったのでついて感想を改めて伺いたいんですけども。はい、まあ、すでにスイスとのホストタウン交流は進めておりまして、それなりに我々も頑張ってはいるわけですけども、やはり市内でスイスの関係者というのは非常に少ない状況にもありますし、それからやっぱり遠いですよね。で時間とやっぱりお金もかかります。で事前の合宿とかも、まあ、なかなか現実すれば、実現しがたいという現実もありますので、その点では我々が日常的にですねお付き合いができて、でそのホストタウン交流をきっかけに今後さらにさまざまな面で福島市にメリットがあるような、そういう国との交流ができないかということで探っておりました。でそのターゲットにはやはりこの最近の発展著しい東南アジア、そして今県の方にもですね、県でもチャーター便とかいろいろ出して、観光客を集めているわけですけれども、まあ、そうした中で、この福島を訪れる方が多い国とか、そういったことを念頭にしながら、探っていったんですね。そうした中で、まあ、ベトナムサッカー協会との、まあ、一定の交渉のテーブルにつくことができまして、そして、
まあ、先ほど申し上げたような女子サッカーチームとかアンダー世代そして代表チームの、合宿についての講演をいただいたというのが、まあ、非常に大きな要因になります。で私としてはですねやっぱりこれは非常に身近な国がですね福島市にも非常に多くいらっしゃいますので、どのホストタウン交流ができるというのは非常に嬉しく思っておりますし、先ほども申し上げましたようにこれは単なる交流というのに困らないで、福島の国際化とかあるいはこの福島経済の、まあ活性化そして企業がですねベトナムに行って企業事業展開をするようなそういう下地になっていただければいいなというふうに考えております。はい、福島照さんよろしいですか。はい、他にご質問あればお受け付けいたしますがよろしいですか。はい、それでは、ちょっと時間を置きまして寄付の再度をさせていただきたいと思います。